宇佐美先生の作品で毎回すごいと思うところは、小説という文字だけの世界なのに、目の前に色や音や匂いまでもが鮮やかに再現されるところです。何より言葉がとても美しい。この戦いで三叉の歴史は事実上終わった。そして俺は蘇生したのだった。過去という地獄の一部を除いて。待ちな、うん、古い手だぜ。親切ごかして田舎でのおのぼりさんを騙してどこかへ売り飛ばそうなんてな。ああ、大胆かつ素早く相手の急所をつくプレイスタイルからそう呼ばれている。魚雷を撃つ方も責任重大だな。音響魚雷発射準備。よし、音響魚雷発射。それはどうかな。この子を甘く見ると痛い目に遭うぞ。私はこの子の苦悩を目の当たりにしている。よかったら聞かせてくれませんか。彼女は私の大事な部下ですからね。だから彼女たちに関することなら私にも聞かせてください。私のターン。ダークアークタイプ召喚。さらにカードを1枚伏せ。ターン終了。知っての通り、トンネル内では普通の通信手段がほとんど使えない。しかるべき箇所に中継機を設置していく必要がある。ああ、私が責任を持って中継する。こちらは任せておけ。 MTB を心から愛する少年大和翔は、坂巻かける指導誠とともに謎の別世界 X ゾーンに飛び込んでしまった。私はもともと X ゾーンの人間なんだよ。私は X ゾーンの神官の一族として生まれた。ああ、正真正銘間違いなし。でもどうして。イグドラシルが私に命を与えてくれたのだ。アサル、行ってこい。 あなた。そして男を磨いてこい。大丈夫だ、心配いらない。なんだと。残念だったな。イノセンス寄生型のエクソシストには悪魔の毒など効かないんだ。悔しいか。だったら強くなるしかない。それがプロの世界だ。レゾナンスがもたらしたものだ。だったらパートナーを愛しいと思うこの気持ちは作り出されたものではないだろうか。若い彼らに柔軟な心と持ち前の頭の良さで2つの種族の架け橋になってほしいんだよ。そのための教育。分かっているなら話が早い。破産寸前の人間は得てして無謀な計画を完璧なものと誤認する。今のあんたがそれだ。我らがリップちゃん、大の苦手なポリスの連中に追われてるぞ。無法者の宿命ってやつ。失礼ね、賞金稼ぎも立派な仕事よ。非合法だけど。やっぱり無法者だ。ブイストライカーユニット。それはネウロイに唯一対抗できる魔法力を増大させ、その力による飛行を可能にした新たな魔法の法器である。ナナ、よしか。大事なお仕事なんだ。これがうまくいけばネウロイをやっつけることができる。終わればずっとヨシカと一緒にいられるんだ。よし、そのままエーザゼルラーマ吹き荒れる先進の方向、高き雷撃の瞳を今ボルヘの子メルトの前にその力を示せ。私は2歳のカジカをカリブ海の私の島ギボリ島へやった。いわば幽閉同然に世界から隔離したのだ。昔は俺も小さかったんだぞ。そんでカルタゴぶん殴って酒飲んで、ああもういいわ。毎日適当に飯食って戦ってセックスして寝てたな。炊事場に行ったお主の相方は無事であろうか。もみの夫婦という言葉にあるように、メスはオスよりはるかに大きく手ごわいのではないか。帝国に陛下にあだなす逆とならば撃たぬわけにはいかぬのだ。お前らはまだ1年生なんじゃぞ。指示に従え。分かったな。まったく、今年の1年はえれえ生意気なんば詰まったの。いや、君の一途さには感服だよ。確かにイメージ広がっちゃうね、彼。何読んでるか気になる？気になる。メキ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 キ。あ、気になっちゃった。ピピミちゃん、離れとうございません。
今回のレベリーにはゼガヒでも出席する。あわよくば知りたい。その昔ネフェルタリ家の王は世界に何をしたのか。ですからフリーデラホーヤをここでくすぶらせているように、フリー君も必ずやスターになりますよ。先ほどは失礼をした。帝国の手の者に監視を受けておりましてね。かぶると帝国人にもムズラク人にも臆せず、うまく帰るわけにはいかないな。君は果たして富江の美しさを完全に形にすることができたのかな。それを見届けなければ俺は帰らない。見せたくないというなら力ずくで見てやる。ワニたちが昔からここに来ている湯川の地に慣れ親しんでいるのさ。同じようにカヌリに化した真島の家族とこの長男の共通点は一つしかない。ごちゃごちゃと抜かしたが、要するに気に入ったんだよ。プロ入りするときはうちに来い。いいな、待ってるぞ。麻薬、売春、武器密売、それら凶悪犯罪に立ち向かう刑事たちがサンテレサ市警察に存在していた。また遊んでいたのか。いつも長老様に言われているだろう、下等生物を虐待してはならぬと。ん、まさか虐待されているのはお前なのか。鈴木イルマ14歳、彼はある日突然悪魔サリバンの孫になった。サリバンはイルマをデロデロに甘やかし、学校にも通わせてくれることになったのである。しかし残念ながら私にも君の友人に魔法をかけた奴のことはわからないな。何を悩む。君の魔法を使うのが一番の近道じゃないか。親父が本当で戦うだろう。援護できるように俺銃を極めたんだ。我を抑えるものは何もない。我の勝利だ。プリキュアもヒーリングアニマルも全て我の養分となるがいい。おそらくあれに野生のナノ病原がついていたんだろう。人間がナノ病原を持ち込んだんだ。本気で高橋君のことをますます好きになったみたい。はい。どんなことでも一生懸命まっすぐに向き合って答えを出そうとしてくれるよね。俺そういう子好きだな。一度ちゃんと時間取って二人だけでデートしてみようか。は？またね。まずはお互いのことを知ることが大切だと思わない？